こんにちは、矢上です。今日は5月の10日の水曜日です。ということで移動になったので Vlog やっていきたいと思います。もう地獄ですよ、地獄。本当にやばい。マジでお金がない。本当に10日とかになると、こないだのさ、5月8日に100万円ぐらい払って、ほんで今日2日後の10日に100万円ぐらい払って、今日まあこの3日ぐらいで200万ぐらいなくなってるわけ。ほいで本当にお金なくなっちゃって、本当にいよいよで、さらに5月の12日までにあと40万いるわけ。あと2日で40万、どうしようっていう話で、でまあちょっとそれを考えてたんだけど、ずっと、まあ、なんかもう頭おかしくなってきて、2日で40万どうすりゃいいんだと思って、今洗車してきた。ちょっと窓ガラスが綺麗でしょ。どうしようマジで、2日で40万。まあ、どっかで借りるとかさ、まあ、借りるのももう俺結構限界来とるんだけど、借りるってさ永遠に終わらんでしょ、それやってたら。なんか勘違いしちゃうし、なんかクリアできたと借りて、それ払っても、まあ、この250万ぐらいいるでしょ、この3日間4日間で行ったわけですよね。200万突破して、210万ぐらい突破して、あと40万いるわけ。じゃあそれをまたさ、消費者金融行って借りますっつったって、それ返さないかんから、それ埋めれてないでしょ。やっぱりこう事業やってるんだったら、その40万を2日間でその事業のあれで出さなかんでしょ。じゃあうちがやってるサービスで何かっつって、やっぱり側近性があるのは店舗なわけですよ。じゃあ店舗でいきなり2日間で40万売るって言って、まあそれができるんだったら俺もうとっくに大金持ちだよね。だからそれはもう後々はちょっとずつ売り上げ上げていくみたいな感じで今やってたけど、やっぱりこの側近性っていうのが必要な時があって、でその都度金借りてたらマジで破産しちゃうからっていう考えを今ちょっと、でもこれリアルだね、あと2日で40万どうしようって感じです。まあさ、借りる、まあそれはもう選択肢に入れない。借りるはもう無理だわ。借りて埋めて、借りて埋めてってもう全然ダメ。やっぱり事業が成り立ってないっていうことをさ、自覚してさ、ほんで事業で売り上げ上げれるかどうかっていうところが本当にポイントになると思うから、まあ、借りるは選択肢ないとして、まあでも次にやっぱり側近性としては、なんか不用品を売るだよね。不用品売って40万なるか、ならんでしょ。例えばなんか5万円ぐらいで買った椅子をさ、じゃあ売りましたとか言ったらさ、1000円とかでしょ多分。そんなのはちょっと勘弁してほしいでしょ。だからまあちょっとその売るとかっていうのも、売るんだったら自分とこの商売でなんかやりたいでしょ。なんか古物商とか取ってさ、なんかなんとか1とか言って、今ちょっとバナナでやろうとして、そういうこの間もちょっと話したじゃん、そのめちゃくちゃ安い、めちゃくちゃお得ななんとか1みたいなのやろうかなと思って、俺今整理しとるもんで、いろいろで、そのいらんものどうせ捨てたりとか、どっかの業者に売りに行って二束三文になるんだったら、その購入者としてはめちゃくちゃ安い金額で、中古市なんていうの、古物市みたいなをやろうかな、まあそれは思ってるんだけど、この2日間じゃできんでしょう。だからそれはもうちょっと売るも置いとこう。ただ損して、焦って損するから、投資でもそうだけどさ、やべえやべえって焦って、こうメンタルがその狭くなると絶対損するから、だから今あと2日で40万いるからっつっても、家の売れそうなものを売りに行こうっつったらもうめちゃくちゃ損するから、まあ、そこもちょっと冷静になろう。じゃあ借りるとその不要品を売るっていうのはダメでしょう。で必要品を売るっていうのももっとダメでしょう、焦って、これはもうダメってなると、やっぱり俺の場合はその商売やっとるわけだもんで、その事業で40万、じゃあ40万円のサービスを、例えば映像制作とかで結構大物の40万円の仕事をこの2日間でやるっていうのも無理でしょう。これどうすりゃいい、本当になんかない、本当にマジでさ、最近
銀座にさ、ロレックスの店になんか子供が強盗に入ったんでしょう。あれ誰かにやらされたでしょ、絶対。それをさ、なんか思い浮かべちゃうよね。あの40万円ぐらいだったらロレックス1本盗んできたら、でもそれもダメでしょ、犯罪も。こんな頭いい人ってさ、どうすんの。まあ俺の場合は2日で40万だけどさ、じゃあ1ヶ月で500万あげるとか、そ同じレベルじゃん。もう今月むちゃくちゃ頑張って1ヶ月で500万あげようっていうことができない感じやん、やっぱ事業やっとったらって。これつくづく思うわけ。で結局さ、こうお金がなくなってさ、ギリギリになって焦って2日で40万とか言っとって、あのこんなんだからすごい反省するんだけど、そうだな、例えばうちの場合だったら何ができるかなって考えるけど、じゃあさ、40万のものを一発売って終わりはもう無理だな、2日では。じゃあ20万を2発売るかって言ったらどうだろう。ちょっと難しいよね。20万円の商品がまずないもんな。まああのホールレンタルを取るとかって言ったって、2日で明日10万円でやってください、明後日10万円でやってくださいとか無理だし、それも無理だな。まあやっぱり時間に余裕があれば可能性はあるんだけど、時間に余裕があるとまだ全然焦ってないから、じゃあ次はこれやってこう、次はやってこうみたいな、ちょっとさ余裕を持って準備しちゃうもんで、それの積み重ねで今になってるでしょう。まあこれも本当にいい勉強になるし、40万でしょう。で明日明後日ドクシーはやっとるわけ。まあドクシーの売り上げと天空もやるわけ。じゃあそのまずタイトロープが空いとるわけ。じゃあタイトロープどうするわけ。バナナコーヒーも営業してるし、何にもお金を生まないのはタイトロープなわけ。じゃあ明日と明後日で40万円売り上げるかっつったらまずないわけ。今の週末だったら2日間で40万円とか全然ありえるんだけど、平日にそれやろうと思ったらどうしようってなるわけ。これですよ、まさに。まあこの問題をまあいいやまあいいやで借りて埋めて、で俺の他の事業でやったやつで埋めてってやってきちゃったもんで、ついにこれが目の前にやってきたっていうのは、これ本当に反省するし、今後の事業に生かしていかなあかんだけど、どうする。じゃあ、まあ、40万一発無理、20万二発無理、10万円4発無理、4100発、これが一番まだ可能性あるんじゃないかなと思うでしょう。例えば4000円で飲み放題ですって、まあ要は店あるし、あと酒の在庫もあるもんで、まあそういう今持ってるものをお金に変えていくっていうことを考えたら、4000円の100人集めるのが一番可能性あるか。2000円の200人っていうのもちょっと難しくなってくるじゃん。でさっき言った、じゃあ40万の1発か2000円の200発かどっちがっつって、まあ、こうなんか可能性があるところを探していくわけですよ。じゃあ4000円の100発っていうのがまだ一番可能性あるかなと。じゃあちょっと明日急遽なんだけど飲み会するんで、明日と明後日で4000円で飲み放題なんですけど来てくださいって100人集めれる力があるかどうか、まあ、結局その事業のできるかできないかってそういうとこだよね。だから人を集める力があるかどうかで、まあその4000円で飲み放題でやるんだけど、ただ金を集めたいもんでその道場買って呼ぶとかそういうことじゃなくて、本当にじゃあ来てもらった人たちにも喜んでもらえるサービスができるかどうか、まあこれ本当に事業の根本だよね。だからまあいくら必要っていうところから始まって、じゃあ4000円の100人集めよう、50人ずつ2日間集めようっつって、もう今日から急遽もう声かけまくりろってやるじゃん。でそこをさ、もう本当にただお金が集めたいからその動きをしとったら、なんなのよって言って終わるじゃん。まあ言ったるわっていう人は何人かおると思うけど、50人はまあ、でまあ50人を集めれる力をまずつけるってことは必要だなって思うし、何来てもらった人たちに本当に楽しんでもらうサービスを考える力も提供する力も必要だなって思うんだけど、でもまあそう考えるとさ、
今の俺らのさ力ではさ、そんなあの2日間ね急に4000円フリードリンクの、あ、明後日はタイトロップあるか、まあだけど1日20万円だからね、4000円の50人集めれれば20万円でしょう。でもそう考えたらさ、その辺の昨日もホストとかさキャバクラとかなんてさ、1人4000円で飲み放題1セットですとかってよくやっとるじゃん。そんなのさ1日に50人ぐらい多分来るでしょう。だから平気で1日にさ20万30万なんて楽勝で売っとるでしょう。でもっとなんかドリンク飲ましたりとかさ指名したりとかやれば客単4000じゃ絶対効かない。1人1万円ぐらい払っとるでしょう。でそれが50人ぐらい来たら50万円、でもっとなんかシャンパンとか売れば100万円。みんな平日に1日100万円とか売って若い子たちがやっとるのにさ、俺は本当に何をやっとんだってもうつくづく思うよね。だからちょっと今ケツに火がついて2日で40万円用意しなきゃいけない状況にはなってますけども、これは本当にそういうことを考えるいい機会だなと思うし、そのどうやってお金を作っていくかっていうところを考える、もう本当にめちゃくちゃ考えるわ。なんか洗車とかしながらも考えとったけど、これ机に向かって考えとっても思い浮かばんでね。まあとにかくまた今日風呂でも行こうかな。2日で40万ですよ。これはもう現実なんで、じゃあどうやって集めるか、まあおそらく借りるは無理だけど、おそらくなんかを売ったりとかなんかを調整して作るしかないな。あれか、ギャンブルがあるか。パチンコって今1日で40万とか勝てるんかな。勝てんか。昔ちょっとやってたけどね、20代の頃とかよくもうパチンコめっちゃ行っててさ、あの吉宗とかある時に大須のパチンコ屋とかめちゃくちゃ行っててさ、朝一で行くとさなんかイベントみたいなやっててさ、なんかめっちゃチャンスの時から始まるみたいな。だからいい台引けば絶対なんか朝っぱらから 4,5 万稼げるみたいな、ああいうのもないの。いかんな、ちょっとビジネスじゃなくてギャンブルに行っちゃうもんな考えが。だからギャンブルで言えば競艇もあるか、40万勝てる1万円で40倍のやつにかけてみるか。絶対当たらんな。宝くじはいかんか、発表があれか、長いか、2日じゃもらえんかみたいなさ。マジで俺協定行こうかな今から、もうそれしかないわもうってなっちゃうわけだけど、それじゃあちょっとダメだから、やっぱり今後もこう事業として伸ばしていくためには自分たちが持ってるものでこの、まあ、2日間っていうのはちょっともう俺のせいでもうギリギリになっちゃってるからいかんけども、じゃあこの1ヶ月いくらでも売り上げを伸ばすとか、3ヶ月でこんだけ上げるためにはどうしたらって、ちょっと時間に余裕さえあればさ考えて動くことってできるじゃん。まあちょっとそれをね、まあじゃあ来月でいいや、再来月でいいやってこう伸ばし伸ばしにしてきた罰がこの今日来てる感じがする。まあということで、どっちにしてもちょっと2日間で40万さ用意しなかんもんで、めちゃくちゃ胃が痛いしモヤモヤするけど、まあそんなことモヤモヤしとってもお金が降ってくるわけじゃないでね、まあなんとか考えて乗り越えたいと思います。そんな感じで、ちょっとマジでいいアイデアあったら教えてください。本当にそんな感じで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。